孫君沢は、14世紀の中国、現代の職業画家、石膏省公衆戦闘圏の出身。生涯は全く不明だが、画風から馬園、夏系に学んだとされる。元時代、公衆には、南宋外院画家の末裔が、職業画家となって活動していたと考えられ、孫君沢はその中でも、代表的な画家である。中国では評価されず現存する作品はないが、 日本では高く評価された。室町幕府六大将軍、足利義則は、従来尊重されていた前僧が余儀で描いた、水墨画より、技術的に優れた、職業画家の作品を好み、孫くん、沢の作品を熱心に集めていた。その後に編纂された、訓大監査友情記では、上野部に記載され、長谷川東博も、東博画説の第53条で、 孫くんさを老格山水図の名詞と記している。現在確認されている作品は15点ほど。画面の対角線の片側にモチーフを集めた、いわゆる変革の形の構図、軽物の形、岩や土派の処理などは、場園、夏系の引退画を継承しているが、輪郭線が強調され描写が硬くなり、奥行き感は減少し、上手に乏しい面がある。 こうした要素は、後の秋ヨガインにおける、節波と南宋引退山水洋式にもつながる要素であり、中国では忘れ去られる原因となったが、孫くん、沢の線描を基本とし画面を幾何学的に構成する画法は、日本の絵師たちには学びやすかった。また、日本に将来された南宋絵画は、商品が多いのに対し、孫くん、沢作品は大幅が多く、 大画面小壁画の手本としても有用だったと見られ、摂舟や小景、仮の葉の画家たちに大きな影響を与えた。ありがとうございます。